皆さんこんばんは。NチャンネルのMCでーす。俺はですね、職業は旅人ということで、みんなにね、こう知れてきたんじゃないかなって、嘘ですけどね。はい、今回ですね、デザイナーのアニオン氏から、バトンをいただきましたので、その質問に答えていきたいと思います。ですいません、ここやっとハウスをお借りして撮影しておりますということで、質問が、今行きたいところとこれから、行くのに準備してるところということで質問をいただいたんですけれども、まず行きたいところなんですけど、まあ東北に住んでまして、先日関東も行きましたし、関西の方も、行かせていただいたので、今度はですね、九州沖縄地方とかそちらの方に行ってみたいなと思っております。でもう一つ、今行くどこか行くのに準備しているところなんですけど、特にね準備してないですね。っていうのは、行きたいと思った時に行くみたいな感じなので、特にあんまりね予定立てて行くってことないんですよね。はい。なんでなんかひらめいたり、思いついた時にそこに行きたいと思いますので、なのでそういったこうその時に行けるように、そのいつでも行けるようにっていう、なんか若干準備みたいな、まあ金銭面だったり体調だったりですねは整えたいなとは思ってます。はい、すいません、簡単ですがこんな感じです。はい、はい、ということで次にバトンを渡す人はこの方です。はい、リアチャンネルのリアちゃんです。リアちゃんに質問なんですけれども、リアちゃんが学校でですね、好きな教科は何でしょうっていうのと、嫌いな教科は、まああればですけど、何でしょうっていうことを聞きたいと思いますし、もしできればですね、その理由も、教えていただければと思いますので、はい。好きな教科と嫌いな教科とその理由ですね、もしお答えいただければと思います。ということで皆さん、もしこの動画見ていらっしゃいましたら、次はリアチャンネルをぜひご覧ください。概要欄に貼ってますので、はい、よろしくお願いします。ということで今回 M 氏からは、リアチャンネルのリアちゃんにバトンタッチ。